今日もあなたと百姓天国、本日は3月の26、はい、ということでね、いや結構ね濡れちゃったですけどもね、大丈夫なんですかねっていう感じなんですけどね。はいはい、3月26最終のね、3月の最終の第4週のねお野菜セットになりますということでご紹介させていただきます。今日はねもうずっと雨がびちゃびちゃでございましてね、大変でございました。まあしょうがないですね、こういう時もあります。今ちょっと緩やかになってますけど、昨日関東からね帰ってきてね、もう高速ももう本当に雨強くてね大変でしたね。まあそういう時もあります。だから結局昨日の12時過ぎから今日今ねちょっと昼前ですけど、ほぼ12時間降りっぱなしでね、この東海圏ね、あるいは西日本は結構ねもう畑完成しちゃってね、もしかしたらうねまとかね水浸しになってるところあるかと思いますけどもね、どうぞ皆さんねご自愛くださいませということで、お野菜のご紹介しますね。はい、葉物わさび菜ね、先週レッドマスタードだったんですけどね、わさび菜だから来週もねわさび菜引っ張ろうかなと思ってます。春のねトンネル栽培のね水菜とかがちょっともう遠ざっちゃったりしてね、使おうと思ったけど使えないとかね。はい、カツオナですね、わさびのカツオナ来週まで引っ張ろうかなという感じでね。はい、そして入りましたね、大根の花芽ですね。こんな感じでこうやって入れるとほらおしゃれでしょね、私の口からおしゃれっていうことをね聞いてもしょうがないと思うんですけどね、これだけの少量でもねこうやってスープの上に散らしてもらったり、あるいは味噌汁のね上にパッと乗せるだけでも大根のね花芽の香りがしてね非常にいいかと思います。もうこの時期だけですからね、これ結局もうあと3週間もすれば固くなってね、花ももうこう食べられなくなりますのでね、これ観賞用じゃないですからね、これも食べられるわけですからね、これで、我が家これで一品ということなのでね、花芽入りましたね、おしゃれでいいかなと思います。はい、そして和わさい、白菜のね、春の白菜です。ちょっととだってますけど全然柔らかくて食べられますからね、この時期はね。そしてからし菜とね、はい、なんかねこのまあこれは白菜ですけども、葉物系がねこんだけね 1,2,3,4,5 揃っていればまあ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 ね、はずかぎですけどもまだまだ十分ね、冬の野菜もありますのでね、はい、これでボリューム的にはいいかと思います。で根菜類ですね、で今日キャベツね、はい、がっつり巻いております。ボリュームもあって重いですしね、キャベツ入ります。さあそして大根と、いやこの時期やっぱちょっとね濡れるね、新聞紙下に引けばよかったかな、もしかしたら今日はねちょっとねこうやって段ボールがね濡れちゃってるのでね、なかなかちょっと厳しいかもしれないですね。これね濡れるとね今いいんですけど、お客さんこう山さんが運んでる時にね箱が歪んだりねこう圧縮してね潰れたりとかってあるので結構難しいですね。今日は引く前にね新聞紙かませばよかったですけど、もう手遅れよくあることですけど、今日はね大根はお袋大根ね、三浦大根をカットして、ちょっとね今日はもう汚くて申し訳ないですけど、ちょっと土つきでお送りさせていただきます。もうこれ以上きれいにはしません、うちはね。こんな感じで三浦大根のね、友達ですけども、カットしてねこうやっていい大きさで入れております。はい、で、よいしょ、はい、もうかぼちゃがね、湯気症かぼちゃがもうそろそろ終わりそうな気配になってきてますね。はい、もう最後にね、こうやって、4月の10日ぐらいで終わりですかね。はい、かぼちゃ、よくね、去年の何月からですかね、11月から4ヶ月間出し続けたと思います。ありがとう、雪化粧かぼちゃということですけどね、まだもうちょっといくと思いますけども、まだ少し残ってます。はい、で、人参ですね。はい、ちょっとこれ、とだってるので、後で差し替えますね。これはちょっと明らかにとだちなので。はい、まあ申し訳ないけど研修生にやってもらうとこうなっちゃうわけですよ。はい、でブロッコリーですね。はい、ブロッコリーとそしてじゃがいもがメイクイーンね、メイクイーンとそして、里芋と、はい、こんな感じですね。はい、これで、こうやって今人参ね入れて、そして13品だと思いますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12かね、12で合ってるね。はい、といういいお野菜セットだと思いますね。バランスが取れて、ね、まだ冬の野菜ね頑張って引っ張ってますね。はい、引っ張れるだけ引っ張らないとっていう感じでね、よっからセット。さあ今日は3月の26、ねちょっとねいろんなところ濡れちゃってね、こういう時ねこういう書き物する時は大変なんですよ。
今日は三浦大根ね、三浦大根カットと書くわけですね。はい、カット。そして人参、わわさいで、キャベツで、ブロッコリー、今日は芽キャベツないですね。で、カツオナ、今日はからしな、そして、なんだっけ、わさびなね、わさびな、雪化粧、里芋、メークイーンと、今日は12品目ですね。はいはい。ということでね、頑張ってね、葉酒期にもう入りましたね。なかなか大変でございます。ゆっくりせ、はい、ということで戻していきます。ゆっくりせ、今日はもうかなりね厳しいですよね。今日はなかなかね出荷大変でしたよ皆さんね。まあそういう時もあります。はい、ということでこんなね花芽がねこうやって一番上に入ってますからね、これそのまま開けてもらってね、スープの上に散らしてもらったり、このまま全部食べられますかね、全部食べられるところを入れてますのでね、気にせずこのままお召し上がりくださいね。まさにね旬の、オーガニック野菜セットということでね、もうこの時期ね、この大根の花芽はもうこの時期だけ、本当にこの1週間2週間でね、2週間ないかな、はい、今日が3月の終わりじゃないですかね。なので今週の金曜日はまだ入ると思います。それで4月の来週のね、4月入って4月の2日とかになりますかね、来週の火曜日ってなると、そこまでは入るかどうかですね。もうこれでね本当に3月の終わって4月入ったら、もう一気にね、多分今日なんか寒い、まあね、まだ寒いですけど、一気に暖かくなってくるとね、これでもう寒さに当たって暖かさがぐっとくると、もう一気に全てのね秋冬だ、あの野菜が、冬野菜がね一気に花をバンと咲かして、もう栄養成長からね生息成長へとも完全に切り替わって、まあもういってるわけですけど、それがねこうやって花を咲かせる方向に行きますね。これがね葉酒期ですね。冬の野菜から春の野菜へと移行するね、野菜が今一番ない時期でしょ。家庭菜園やってられる人はね、今どうですか皆さん、畑に12品目以上ありますかね。だからこういうのをねこの大根の花芽みたいなものをうまく利用すれば、ちゃんと揃いますんでね。はい、ということで、今日はこんな感じのお野菜セットでございました。それではまたよろしくお願いします。